はい、こんにちは、こんばんは。ということで、こちらね、グランツーリスモなら、早速今から、やってみて、レビュー動画、アップしようと思います。リプレイ動画とかは、ちょっとね、画質だいぶ落ちてしまうんですけど、それはご了承ください。アーケードシングルレース、レイクマジョーレフルコースを走っていきたいかなと思います。まあ、スポーツハードで GR86 のレビューやっていこうかなと思います。これはね、前のモデルのスポーツの時も同じような設定で、同じコース走ってるんで、比較してレビューができるかなと思います。今から行きます。ブレーキとかもね、奥まで踏まなくても効くね。アクセルも結構手前の感じとかが反応してくれてるから、もう敏感にはなってるかな。で、ケツが出る瞬間のね、フィーリングとか実車っぽいですね。前よりさらに。あと滑り出したらね、ずっと滑ってたんですけど、前は結構速度落ちてくるとフロントだけグリップしてね、スピンしちゃったりとかね、実車に近いと思います。まあ実車そのものって言ってもいいんじゃないですかね。様子見ですよね。まあこの滑り出す感覚とかも実車に似てるんじゃないですかね。これグランツーリスモではなかった感覚ですね。だいぶ違うかな、スポーツとは。そう思います。この滑ってる感じね。
微妙なスロットルの調整とかね。敏感になってる気がする。あ、やばいやばいやばい。いや、どうですかね。いや、めっちゃ面白いよ。いや、結構、こう、滑り出したらもうそのまま行ってたのね、前。なんか、微妙な速度だったら、なんか滑って止まって、滑って止まってっていうのがめっちゃね、実写チックっすね。うん、だから、このアクセル街道練習するのめっちゃ面白いかもしれないね。だから、細かな制御とかね。できるかも、前より。まあ、自分の制御ね、ペダリングとかが。で、グラフィックがめっちゃとても綺麗ですね。まあ、ディスプレイがね、対応してないのが残念ですけどね。あと出力のね、この動画作成の方も 4K に対応してるんですけど、ゲーム自体はめっちゃ汚いです。いや、かっこいいな、GR86。さあ、どうだったでしょうか。一応ね、グランツーリスモ7のインプレッションをしたわけですけども、まあ、気になる方はね、購入して一度やってみてはいかがですかね。いや、めっちゃ面白いですね。まあ今グリップでしかやってないですけど、まあもっとね、クレジットが溜まればドリフト系もね、やっていこうかなと思います。まあグリップよりドリフトの方が得意なので、まあそれもレビュー動画とか上げようかなと思います。で、本当はね、この動画、友人と一緒に上げようと思ってたんですけど、ちょっと我慢できなくて、さっきね、一人でやっちゃいましたね。はい。まあ明日になるかな、明後日になるかな、ちょっとわかんないですけど、随時アップしていこうと思ってまーす。
ということで、最後までご視聴ありがとうございました。次は友人とのインプレね、上げていきたいと思います。